はい、こんにちは。テックスタッフ店員佐藤です。今回は地獄谷の野猿公園へ行って、α7R Mark5 の AF 機能をまた再度試しに行ってきました。ここの地獄谷野猿公園はもう α7R5 のためにあるようなところで、今まで α が苦手だったお猿さんの AF がこれだけ AI 認識で聞きます。α7-4 までだと、ここまで、猿を捉えるのが難しくて、なかなか認識してくれないんですね。瞳とかって、猿の瞳を捉えるのってすごい難しかったんですけども、もう、7R5 はこの通りです。後頭部を見せてても、こうやってもう枠で表示してくれてるし、さっと曲げた時にもう、どこに被写体があるのか認識すると、そこから、被写界認識を始めて、まあ、こうやって耳のところに目があるっていうふうに、行きがちなんですけども、あ、今正確に来てますね、瞳が。こうやって、ほとんどもう人間のポートレートみたいに撮影ができます。すごい、AF も早い。で、猿だって認識してから瞳を探し出すまでも結構早いですね。耳にまた行っちゃいましたね。これは、結構ありがちなんですけども、こうして、シャッター半押しにすると、もしくは A4 にすると、緑の枠がつきます。で、シャッター離すと白い枠になるんですけども、この緑の枠になっている時だけ手ブレ補正がすごい効いているのがわかるでしょうか。レンズは 100-400GM を使ってるんですが、このレンズはですね、こうやってシャッター半押しにした時にだけ、レンズ側の手ブレ補正機構が働いて、で、シャッターを切った瞬間に、最高8段のボディ内手ブレ補正が効くという仕組みになっています。なので、こうやって白い時はちょっとふわふわしてるんですけども、シャッター半押し、もしくは AF4 にして、AF4 効かせると手ブレ補正がガクッと効くのがわかると思います。続いては今度は動画ですね。動画の時は常に常時手ブレ補正が効いているような感じです。さあ、動画の時は半押しなくてももうどんどんオートで、一応 AF エリアはこれ、ワイドにしています。エリアとか何も決めてなくて、ワイドにしててこれだけパッと認識してくれます。すごいですね。動画撮影の時にもこうやって瞳 AF が、お猿さんで発動してくれます。まあこれ実際にレックしてますけども、ちょっとテストっていうか分かりやすくするためにやってて、本当はフィックスで撮っては話撮っては話ってやるので、レックしながらこうやって被写体を探してあっちこっちフラフラさせるともう使い物にはならないんですけども、まあこういう撮影が動画でもできます。これもずっと、はい、背中見せてるんですけども、猿がいるっていうのも枠で表示してくれてますね。小猿さんが餌を探して食べてます。こうやってこっちを向いてくれるともうずっと瞳をこうやって追ってくれますね。最強です。お猿さん撮影がすごい楽しいというか、これちょっと女の子が映ってますけども、人のところには全然 AF がいかないのはこれ動物瞳 AF になっているからです。猿と人間ってね、近い存在だと思ってるんですけども、カメラの中では、こうやってしっかりと違った認識をしているみたいですね。次は変わって、シーンが変わります。今度はちょっと遠めに撮ってるところ。それと、さっきはですね、今回僕 S ログで撮ってきてるんですけども、さっきのやつは分かりやすくするために S ログ外しました。ここは、ログ撮影をしています。ログ撮影で、アシスト表示してくれるんですけども、モニター上、ファインダー上はアシスト表示してくれるんですが、こうやって HDMI で出力すると、S ログの絵がそのまま出てきてしまうみたいですね。アシストするのは、どうやらカメラ内の液晶と、ファインダーだけと。これは、かなり橋渡った遠くから100、400で、400ミリで狙ってるところなんですけども、まあ今耳ですけども、それでも、これだけ被写体小さくても、お猿さんを見つけてくれます。あ、上がったらちょっと体ちっちゃくなっちゃいましたね。以上、α7R5 の、動物瞳 AF の様子でした。ご清聴ありがとうございました。